ハロー、ヤマケンチューブ。はい、昨日ライジンの記者会見で、発表になりました、山本空、ライジン37、ライジン36沖縄大会に引き続き連続参戦が決定しました。中ですね、3週間弱ですか、1ヶ月切っております。はい、でまあ、あの連続連戦なんでね、あの皆さんあのびっくりされたと思うんですが、逆にですね、もうすごく心配していただく方とかいろいろこう、まあ今、ツイッターなんかでもねトレンドに入りまくっているぐらいですね、話題のカード、話題の男になってしまった山本空。前回の沖縄大会でね、あのまあ下馬評ではまあね瞬殺されるんじゃないか的なね、まあ勝てないよっていうまあ声を、ねがあった中、カイロア軍に、見事アップセットして、勝利して大金星を挙げて、まあそのね3ラウンドフルにやって、まあ、強敵とやって競り勝ったっていうことで、ちょっともうちょっとインターバルを置いた方がいいんじゃないかみたいなね声もあると思うんですが、全く山本空、問題ありません。まあ、疲れは多少ね、試合の疲れはねあるにしても、普段からですねそれ以上に練習をしてますんで、試合はですね緊張感があって最高の練習だっていつも言ってます。なので試合が最高の練習になったこの前の沖縄大会、あの強敵と3ラウンドの、まあ、うちではもっとねスパーリングとかもやってるんで、そのたった3ラウンドでねスパーリング済んじゃうみたいな、感覚で、しかも緊張感のある最高の練習が、最高のスパーリングが、最高の練習が、この前の沖縄大会だったんですね。でそこで怪我がない状態で、気力も充実している状態、顔は多少ね傷はあります、多少この、殴られた傷はあるんですが、まあ、ダメージというダメージは大きなダメージはありません。体のどこかが故障しているというのもありませんので、まあ、何も普段のね練習の、まあ、追い込み期間なんか特に激しくやってますんで、そのまあ時の練習と何ら変わらないというか、言うたらもっと言ったらそれよりも楽な、練習量なんですね。スパーリングだけの練習、スパーリングだけじゃないんだけども、追い込み期間中の練習ってのはすごくハードなんで、その練習量に比べたら試合は、スパーリングの数としては、ラウンドの数としては大した数ではない、まあ、最高のスパーリングだと、最高の練習、最高のスパーリングだという感覚認識で、我々は捉えてますん でこれね、こういう感覚でね、普通はできないよねと。で普通はできないよねっていうのは、なんでできないかって言ったらアイドリングができてないですよね。練習とかその試合に挑む、準備段階、ね、審議体の準備段階が伴ってない、だから試合が決まってから練習を、する減量をする、試合が決まらなければもうだらけ切って、急に試合が入ってもすぐし、ね、答えられないっていう選手がまあほとんどだと思うんですけど、まあうちはですね、山本空に関しては特にまあそんなことはなくて、いつでも発信できる、スクランブル発信できる。で、ライジンさんが1週間前とかにね、誰かが血流になって、怪我してもすぐね、代打でね、発信できるように、このステージでは何があるかわからないっていうことを常にね言って育ててきてますんで、本人はいつでもスタンバイ OK という状況でやってきております。なんだったら練習の方がハードなんで、練習で、怪我をねしないで、調整して試合に挑んでますから、試合で怪我をしないということは最高の練習をしてるということですね。怪我をしないで強敵と3ラウンド、
ね、やれるっていうのは最高の3ラウンドの、スパーリングをしているのと同じ感覚なんですよね。なので山本空に関しては皆さんが、期間が短いんじゃないかとか何とかこう言って心配される方もいらっしゃるかもしれませんが全く問題ないです。そして試合とともに成長できる心技体の体制が伴っておる選手なんで試合があればあるほど成長します。はい、まあ僕の時代なんかも毎月試合やってましたし、ね、まあ、僕は最初毎月試合をする環境下の中で UWF というね、激しい、プロレスのからスタートですからキャリアがね。でそこでは無差別級だったり、今みたいにメディカルがしっかりしてないレフリングがしっかりしてないスポーツになっていないただひたすら最強を求めてたっていう時代だったんでね、体の鍛え方が今の総合格闘技をやる体以上に激しく鍛えてハードに鍛えてましたんで人間がですねどこまで、が限界なのかっていうのはね分かっているわけですよ。限界値は意外と人間が自分たちでこうブレーキかけちゃってるんだけど自分が思っている実は限界値って高いんですよね。限界突破することが常だったんですよね。私の若い時っていうのは限界突破させられることが常だったん で何のためにこんなに鍛えてんのかなっていうのがその当時はやっぱりですね今みたいに明確にスポーツになってなかったんでバーリトゥードなんでね、まあ何でもありなんでこうまだまだ NHB ノーホールズバードまだまだもう何も成熟してない時だったんで成熟してない時にスポーツにはなりきれてないスポーツビジネスにはなりきれてない中スポーツビジネスとして進行しようというのがあったのか なかったのか僕はなかったと思ってます。エンターテイメントの方が強かったと思ってるんでだからそこを僕はスポーツビジネスに進行していきたいという思いがあったんだけど、エンターテイメントの方が強くてその盛り上げるためにはそのリスクを背負ってでも試合をし続けてお客さんを魅了し続けていかなきゃいけないという、プロ道があったわけですね。まあ、そこが強すぎたんで怖い思いや危ない思いや、その今振り返るとよく生きてたなっていう思いはいっぱい経験してるんですが、ただ、今スポーツになった MMA という世界に、その時の自分の状況を、当てはめてみた時に、もうゆるゆるなんですよね。もちろん激しく練習しようと思ったら効率よく激しく練習、ハードに練習することはできます。ただですねその当時はもうゴールはどこにあるのかっていうゴールがない中やみくもにぶち当たりながらこう頑張ってたものすごい労力だったんでその労力に比べたらですね今の子たちっていうのは一つ目標がちゃんと明確にあるわけじゃないですか。ライジンのチャンピオン、何々級のライジンのチャンピオン、何々級のベラトールのチャンピオン、何々級のワンのチャンピオン、何々級の USC のチャンピオンみたいな、もうそこにしっかり集中して目指しさえすれば、ね、地位と名誉とお金とね、ギャルがついてくるわけじゃないですか。まあ、ね、だから僕は、今の子たちはそのまっすぐひたすら効率のいい練習をしてねまっすぐ突き進めば夢は叶うしね最高の時代が来たなっていうのは僕の時代から考えると僕はすごくいい時代になったなって思ってるんです。なので、まあ、僕の教えを、ね、受けている山本空なんで山本空は同じベクトルなんですよ。で僕がパワハラみたいな感じで出ろ出ろって言ったんではなくて今回もライジンさんからお話いただく前から山本空が悔しがっててこの間のカエルアグン戦も1本 KO 取れなかったことをすごく悔しがってて反省しててもうすぐ反省したことは改善して練習次の日の練習から改善してすぐその補強して
ね、進化させていくっていうことを常にやってますんで、でもうすぐにでも反省したことによってあれもできた、これもできたっていう後悔がありますよね。それを試したいわけですよね。まあ、練習でもすぐ試すわけだから、それが試合という最高の練習場で、しかもまた、同レベル、いやそれ以上の選手と、試せるというね、これはですね彼にとって最高の練習なんですよね。なので、話を受けた時に、でもそれ、そうは言っても私は一応一回彼と話をして、こういう話が来てるんだけどもと、まあゆっくり休めって言って別れて、すぐ次の日にあいつがコストコに買い物行って、 お母さんとなんかコストコのでかい食材がブワーって並んでるじゃないですか、コストコって。あそこででかい食材をこうチキンだなんだっていうのをブワーって買い漁って、試合後食うのがあいつのなんか日課らしいんだけど、楽しみらしいんだけどね。でそれをまあやってる最中に連絡があって、すぐあいつに電話した。コストコにいたんだけど、でまあ、こういう話来てるんだけど、どうすると、まあ、試合期間短いから、お前が疲れてるんだったら全然飛ばしてもいいと。でライジンさんからも今回飛ばしてもらっても全然急な話なんで、試合間も近いんで全然問題ありませんっていうことを前置きしていただいてて、その上でご検討いただけますかっていう話だったんで、一回空に投げて、で空がもうぜひやりたいと、もう二つ返事でぜひやりたいって。でお前どっか痛いとこないのかって、疲れてないのかって言ったら、多少の疲れはありますけど全然故障箇所何もないんで、もうぜひやらせてくださいって来たわけですよ。でライジンさんとしてはですね、なんか9月の試合、次は9月ですよね、9月の方の、試合、今回飛ばしてもらっても9月は出てもらおうと思ってますって話をしていただいてたんで、9月の、まあ、今回のカエルアゴンにもね、いい勝ち方したというか、まあ、3-0 で勝ってるんで、まあ、それを言っていただいてるんで、それは言った上で、あいつが言った答えはもうやりたいと。でしかもやりたいだけじゃなくて、その先の9月もどうしても出たいと。なのでこれもやるけど9月も出してくれっていう条件をあいつつけてきたんですよね。なので一応、まあ、ライジンさんの方にはその旨あいつがこういう思いで、おりますということは伝えて、で承諾いただいて、でケラ、モフ側にも OK の返事をいただいて、で決まったカードなわけです。みんながもう納得してウィンウィンで、決まったカードなんですよね。なので何も私は無理もさせてませんし、ベクトルがあいつとは一緒なんで、あいつ自身も、やりたいという思い、自分で、ね、もうすぐにでも修正したい、反省して修正したい、ね、トライして、ね、トライアンドエラーをずっと繰り返して、この改善して今伸びていってる。で試合とともに伸びれる選手なんですよね。で試合とともになぜ伸びれるかって言ったら、さっきも言いましたけど、審議体のアイドリングがしっかりできている。常日頃から集中してこの競技に取り組んでる。横道それてませんので、だから SNS もやってません。で要は何かいらんものに、意識がとらわれちゃうと、自分が一番大切なものに集中できなくなっちゃうんで、一番大切なものは何かって言ったら、生活のかかってるこの競技に集中するってことなんで、この競技にどれだけ彼が使っているかっていうことが、運も引き寄せる、ね、そのきっかけになって、来るわけですよ。何も私の弟子だから、親の七光でチャンスもらってるってわけではございません。彼が一段一段下からずっと這い上がってきて、なんだったらどこの誰の家庭よりもスパルタを受けて這い上がってきて、今丈夫な精神や体になって、今日試合とともに成長できるスタンバイができているということなんです。なのでどっかで穴が開いたら、いつでもスクランブル発進できるっていう状況は常にあります。
はい、しかもライジンという大舞台に出してもらってて、こんなビッグチャンスが回ってきた時に断る理由はないと思います。ただ相手が強敵だから、アイドリングができてない人は怖いからしっかり準備期間が欲しいって思うでしょう。ところが山本空にしてみたら試合も練習の一環なんで、全くこの前の試合で無傷なわけですから、普段の追い込み期間のハードな練習、普段の練習の延長線上に試合があるという認識、しかも言うたら練習の方がしんどい、試合の方が緊張感があって最高の練習を集中して凝縮してその3ラウンドを挑めるっていうことで、実は一番いい練習だから、試合はどんどんいい練習だから、最高の練習だからしたいと、将来大きな目標があるから、その目標に向かって今を一生懸命、トライしたいっていうことなんですよね、うん、でこの目標が低い人は、ライジンのトップ戦線がもう脅威に、ものすごい脅威に感じると思いますが、彼はさらに目標が高いんで、 UFC の世界チャンピオンに本気でなりたいと思ってますんで、僕が取れなかった世界を彼が取りたいと本当に思ってるんで、常日頃から世界トップの選手の試合をは見て、でパッションを受けて、でそれで取り組んでるんで、世界最高峰以下の試合はほとんど彼は見ないんだけど、世界最高峰の試合をしている人たちにはそれなりの理由があるから、そこからパッションを受けて、波動を受けて、彼は普段の練習の起爆剤とか、その糧にしてるわけですよ。なのでその意識が強いんで、今ここでやってることは全てアイドリング、練習、プロセス、彼が成長するために必要な全て、ね、材料なんですよね。はい。なので、試合をすればするほど成長する、そしてたくさん引き出しはあるんですが、それをどこでどのタイミングで、こういう相手には この技が良かった、こういう相手にはこういう組み立てが良かったっていうのは、もう試合とともに勉強して、一つのコンビネーションとか技の組み立て方なんかを勉強してってる最中なんですよね。だから分かりやすく言うと、武器がいっぱいブワーッとこういろんな武器あるじゃないですか。例えば刀があったり、ナイフがあったり、ピストルがあったり、マシンガンがあったり、大砲があったり、ね、槍があったり、弓矢があったり、いろんな武器がバーッとあったとしても、その時その時の、ゲリラ戦とかそういう戦いで何が一番その時に合ってるか、その合ってる武器を使って相手を倒すっていう、この考えて戦略的に相手を倒すっていうことをね、彼は今やってるんですよね。で、そういうゲームだと思うんですよ。またこの総合格闘技っていうのもね、総合能になっていかなきゃいけない。偏ってる選手は、まあ下の方でね、やってる分にはいいんだけど、もう本当に世界最高峰に行こうと思ったら、偏ってる選手は這い上がっていけないと思うんでね。だから偏らないように総合的に練習してますから、常にじゃあそういう、じゃあ先駆者で日本でパイオニアっていうのを身近でそんなに見れるわけじゃないじゃないですか。皆さんなんとなく総合格闘技ってこうじゃないかな、ああじゃないかなって考えてみんな取り組んでいくっていうパターンが多いと思うんですよ。で、その経験者が今最近やっと講師の育成をして裏方に回り始めて、コーチ、いいコーチも全国的に増えてはきてはいますが、まだまだ歴史が浅いんで、なんていうか、野球やサッカーや、まあ格闘技だったらボクシングとかね、まあ本当に歴史の深いところに比べた総合格闘技のコーチ陣っていうのはまだまだ育ちきってないというか、まだまだ伸びしろがあるというか、そういうところがあるんで、まあこういう山本空の活躍とかにびっくりされることもあると思うんです。行動にびっくりされることもあると思うんですけども、山本空っていうのはそういう感じで今試して武器を試して、挑戦して、組み立て方、点と点をつなぐ練習をしているところなんですよね。だからパズルのピースは練習をいっぱいやってるからこそいっぱいあるんだけど、そのパズルのピースがどことどこにはまるのかっていうのを今試合とともに勉強させてもらってるっていう
そういう時期なんです。でそれがパズルのピースが、総合格闘技というパズルのピースが隅から隅まで埋まった時に、いい感じで大きな絵になってきた時に、この小さい絵ではなくて大きな絵になってきた時に海外挑戦、ね、させていただきたいなと。世界行くのにね、ちょっと練習させてよみたいな気持ちでは勝てないと思いますんで、世界に行く前にしっかり基礎を学んで、基礎を積み上げて、アイドリングを済まして、ある程度山本空という完成形、総合格闘家山本空という完成形の絵を作って、穴がない状況で、なるべく穴がない絵を作った上で海外に挑戦させたい。そのためにはライジンという舞台は最高の練習場なんです。はい、ということで山本空が、試合に、まあこういう、ね、ショートスパンで試合に出ますが、何の問題もないということを今日はご説明させていただきました。普段あいつね、格闘技の練習で一日がもうびっちり詰まってるんですよ、スケジュールが。まあ、基本2部練で、あいつ自身で自主練で3部練やったりとかね。で、その合間に、指導もあります。事務の職員でもありますからね。常に格闘技に使ってる状況、格闘技という生活に使ってる状況、アイドリングができてるんです。頭の中が総合格闘技の脳みそにどん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 熟成されていってるんです。なので、こういう、アップセットを起こす可能性があるんです。でそんなことを前回のカイルア軍戦、そしてその前の中村大輔戦でライジンのファンやライジンの首脳陣は、ん、ちょっとなんか山本空違うなって最近感じ始めてきてくれてるんだと思います。なのでこの、ビッグチャンスを引き寄せたということなんだと思います。はい。でオフの時は山本空はですね、何やってるかって言ったら、好きなもん食ってる以外は、このなんていうんですか、シューティングゲームっていうんですか、なんていうんですか、こうドドドドドドドッと、こう今言ったこの武器をいろいろ使い分けて、こうね、戦場でこう戦うようなゲーム今流行ってるじゃないですか、オンラインのこのなんていうんですかね、あれね、あれをねすごいやってるんですよ、いつも。なのであれなんか大好きみたいで、僕らの時代は将棋なんですけどね、僕も今でも将棋やってますけど、将棋でこう思考を凝らしてこのね、思考を強くするっていう作業を現役の時からやってきてたんですけど、あいつはこの実践のが今ゲームのね、あれが良くなって、クオリティがね、この実践のこの戦い、あれもだから実践に近い、なんかこのね、このリアルな戦いで、このあれも頭をすごい使うから、まあ、格闘技には向いてんのかなみたいな。その中でオンラインでなんか友達作ったりとかね、してますよね。そしたらなんかね、有名な他のジャンルのスポーツ選手とかとね、ラガーマンだなんだと仲良くなってね、なんか仲良くなったし、あ、こういうとこでも出会いあるんだなって、いうのをね、私はね、息子から知りました。はい。ということで、謎めいた山本空の、今回のまたですね、皆さんをびっくりさせた、行動の、まあ理由というかね、山本空という人間、がもう一発ね、皆さんにね伝わればと思ってこの動画を作ってみました。はい。本日は以上となります。では皆さん、7月31日、真夏のね、埼玉スーパーアリーナ、聖地埼玉スーパーアリーナにぜひお集まりください。そして山本空を応援してやってもらえますと幸いです。今私が着ているこの T シャツ、沖縄大会でも入場の時に、セコンドと山本空着て入場しました。これ山本空のオリジナル T シャツで、後で概要欄の方にね、ショップありますんで、そこからお買い求めできますんでね。で、これ、裏がですね、ちょっとこう、ローマ字っていうか、英語でこう、バーってこう書いてる文字があるんですけど、これは彼の、入場曲の冒頭に出てくるフレーズなんですよね。戦いの準備をしろっていうような感じの、意味合いなんですけど、それと、あと山本空の空って書いたね、ハンコがね、後ろにね、
押してます。ちょっとこうね、なんていうんですかね、このコテコテじゃないんですよね。コテコテな格闘技プロレスの T シャツで、コテコテの T シャツがよく売れるとは聞くんですけど、本人がね、やっぱり着たくないんで、シンプルなね、かっこいいものをね、ちょっと普段着でもね、着れるようなものを、作ってみました。よかったらこの T シャツ、白と黒ありますんでね、次の大会の入場では黒を着てね、入場する予定でございます。はい、よかったら皆さんこの T シャツをですね、お買い求めいただいて、一緒にですね、チームとなってね、山本空のね、背中を押していただけますと幸いでございます。はい、では本日の動画は以上となります。暑いですけどね、皆さん体調気をつけて、ね、日々お過ごしください。では埼玉スーパーアリーナでお会いしましょう。さようなら。